新年明けましておめでとうございます。毎度2021年ということで全オレ一発目です。今年の抱負はアテナフリーズを引くこと、これに限りますね。あと、大変な世の中ですけど負けず頑張っていきたいなと思うんで、全オレ並びに二星翔太または視聴本もね、ぜひ応援していただきたいなと思います。毎度 YouTube よろしくお願いします。で、全オレの今回の方はドドンとなっております。ドドンってなんやねんってね思った方多いと思うんですけど、全俺の再生数トップ1がリンゴ130万再生ぐらい、その後20万ないかなぐらいの肛門ちゃまカツ、この間にね入ってくるような内容となっておりますので、ぜひ最後まで見ていただきたいなと思います。では全俺の方どうぞ。So bring it back and start again. うわー引けた。さあ再び4桁なるか。はい、3666ゲームと。出ます、よろしくお願いします。あ、かわいい、出ます。うわー、ゲンさんも行ってるわ、朝から。出ます。さあ、今日はスロット座れるやろ。ちょっと待って、こっちから行こう。番長3はやっぱ空いてない。あ、マサムネ行くわ。はい、マサムネで行きます。バニーガールはどこだ、バニーガールはどこだ、バニーガール、おーっとっとっと、シールです。あ、返します。来てください、ありがとうございます。ではスタートしたいと思います。で、本日の実践店舗がキコーナータウン三陰店さんなんですけど、なんと今日が13周年と、素晴らしい日に呼んでもらいましたね。え、うこれね、確か設定差結構ありますよ。めちゃくちゃあるやつですよ、これ。おい、来たわ。毎度。え、そやろ。おい、びっくりするわ。さあ、ここで当てたら、さあ、頼む。中からいきます。うわ、マジか。あー、ダメ。なんか中じゃない気がしてきたな。そろそろでも中っすもんね。これね、バカラに似てるんすよ。バカラなんか、あ、な、やったあかんゲーム。あれだって日本語で破滅って意味ですから。おし、2分1。うわー、やったった。もうこれはもう中よ。映像でも執念で引いたったぞ俺。かっけえ。うわ、気持ちいい。かっけえ。よっしゃ、毎度と。337ゲームですね。総投手3本。俺もバニーガールのことしか頭になかったもんな。やっぱあんたはやってくれるよ。やっぱね。行くぞ。あ、来た。さあ。緊張してきた。やれるやれるやれる。マジ勝負どころよ、今年一の勝負どころ。さあ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 、こっからが勝負だね。おー、来た来たぞ。2発
と会ってからの超でしょ。これやばいでしょ。これはもう行くぞ。とんでもないことになれ、マジで。オッケー、はい、定点まで続け。よし、さあ、10始まったぞ、これ、やばくないっすか。やべやべ、赤、大丈夫か。え、まだよ。でもまあ引き戻しありますからね。やべえよ。うわ、これはこれは中中で行った。よし、おるぞ、おるぞ、おるぞ、行くぞ。よし、おっしゃ。やべえ、戻したぞ。やべえ、まだ終わんないの。終わんない、終わんない。ここで行ったわ。やっぱ中だったか。これ、母さんマジ帰れんすよ。いや、これはでももうここまで来たら、はい、4桁の手を見せましょうよ。やりたい。お、あ、そんなに。いやいやいや、なるほど、なるほど。早い早い。やべ、今12時半なんすよ。はいはい。これ大変なことになるでしょ。お、ダブル。お、あった、赤色。50以上ですね。やべえ、やべえ、2分1だ。こっちから行く。あった。やべえやべえ、これ次は挟みます。やべえぞこれ。見て見て見て、えぐいの来たってこれ。ああ、マジか。うっそー。まあ2個揃えれた十分か。でもそうっすね。やばい、ビンゴ以来の手応えなんですけど。帰れません。また金。もう30行こう、30。やべえ、終わる気せんもん。みんなすごいもん今。ギャラリーが。さあ30。やばくない30って。マジで。わあ、また当てりゃいいから。さあ、よし、これ当てたらマジ2000も見れる。いや、これはブレない、真ん中や。おっす。マジ、マジ今日はやっぱ中だな。2分1右や。ああ左だったか。まあまあまあ、でも34%。連打でいきます。 OK です。さあ何本、もう分かんない、マジで。えげつないこと当たったやぞ。やばい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 。やべえぞこれ。みんなすごいもん今。来た。1390ゲームと。初めて見た。やっば。やったった母さん。やりましたね。はい。やべえ、帰れないわこれ。さあ天下統一と。初めて見たわ。見て。さあ何ゲームだ。やべえよこれ。
残念。しかし入んないっすね。おい、マジで始まったよこれ。お、やばい、マックスになるかも。どうなってんのこの台。ほら、母さん、これなんすか。超秀吉っす、2連続やべえ。確かにこれ終わんないの。ちょっと待って、マジで終わらんぞこれ。あ、終わった。やべえ、世界最速で終わらせた。刺激でいこう。これは今のはダメですね、母さん。いや、え、あれ、え、そんな乗ってんの。結構乗ってます。さあ、310と計90であるんで400と。母さん、いや終わんない。え、あ、まだ、もう帰れないよ、これが帰れない、これが事故か。さあ、合計580と、やっちゃったよ。2096点、ビンゴ以来やぞ、マジで。何枚出るかっすね、あとは。ほら、えっ、おやべえよ、母さん、こんなあるんだ。やっちまったわ。合計360、もうちょっとで1年やった。さあ、これで4000枚、万枚への折り返し時点と。さあ、6000枚。でかい。母さん、4時間ぶりっすよ。いやー、久しぶりに見れた。4時間ぶりの家康、実に20する。170ゲームと。さあ、これで7000枚と。残り304、いけんのか。時間は全然余裕なんだけどな、まだ7時になってないんで。さあ、ラスト13860ゲーム消化した。中や、今日中からしか押してないもん。おい、まだ終わらない。入れちゃおう、ここで。さすがに。おい、あるぞ、まんまい。中、右、左はやっぱりこれに限るわ。OK。さあ、6個目。OK。ダブル、おっ、待って、なんかあった。4以上かな。今これ揃ったじゃないですか。で、姫出てきたじゃないですか。ここが100ゲームプラス設定4以上確定と。ってことは、もうこれで今分かってるので、4か6ってことですね。あ、そうですね、5はほぼないと思いますけどね。
メと。さあここに10個あると、エンダーでいこうか。100以上があるんで、おい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 、マジか、まんまいいや、やっちまったわ。計520ゲームと。これまんまいけますか。これはちょっと厳しいか、ちょっと無理かもしれないです。さあこれで9000枚と。ただ残り2桁、99ゲームしかないと。ラスト、マジか。はい、4654ゲーム、9468枚と。当てるしかない、マジで。くー、やめて、終わるな、マジか。4654ゲーム、9465枚で終了です。マジか、これ見て、99やのに悔しい。もうね、結構変えられちゃってるんですけど、まあ、まずここを見ていただきたいなと思います。番長コーナーですね、半分以上プラスとなっております。で、この角台も約4000枚ぐらい出てて、この角さんが絶頂入ってたと。まあ5も6もあるかなっていう感じですね。で、サラバンプーも結構交換されちゃってるんですけど、綺麗に5000枚近く出てると。で、吉宗ですね、吉宗も半分ぐらいプラス、しっかりと浮いてると。リゼロもね、半分ぐらいプラス、しっかり出てますね。反逆で、キズナツですね、ここもね、もう結構変えられちゃってるんですけど、半分ぐらいプラスと。角なんかずっとお客さん変わってないんで、なんか刺さってたんじゃないかなと思います。やっぱ神戸やな、やっぱ神戸やわ、綺麗もん、最高やった。やっぱ5期よな、やっぱ、最高やった。あれ、ちょ、ニボさん最高やった。あ、ちょっとどこ行ったかと思えば、な、何してんすか。いや俺、この神戸の夜景並みに輝いてたなって。あ、今日の実戦、はい、いや、まあ確かに今日の実戦は文句の言いようのないぐらい輝いてましたね。そうでしょう。まあね、唯一の心残りは、まあ母さん、ダメです。母さん、それはダメ、それダメ、それだ、それダメ。あと600枚って言おうとしたでしょ今。あ、はい、ダメダメダメ。今ね、神戸のね、夜景を見ながらね、俺は輝いてたと思ってね、黄昏れてたんで。その話はダメです。多分視聴者の人もみんな思ってると思いますよ。母さん、俺が一番思ってます。600枚出せない、あれが煮干しの多分ね、7年経っても売れない理由でしょうね。店内状況どうでした。母さん、すごかったっす。盛り上がってました。盛り上がってました。前回とやっぱ傾向は似てましたね。あ、カードが強くて、なおかつやっぱメインコーナー番長3と絆2、こちらの方がやっぱ半分ぐらい浮いててっぺんみたいな感じで打ってた人も言ってたんで、入ってるのはやっぱ間違いないのかなと思います。はい、んで今回やっぱ周年ということで、それプラス三大騎手とか他の騎手にもいろいろチャンスはあったと思うんで、いや、どこ行ってもチャンスはあったなと思います。はい、まあ、僕も見ててね、本当出玉とかちゃんとすごいついてて、グラフもね、右肩上がりで、いや、すごいっすよ、やっぱ周年っすね。いや、もう今日はお祭りで良かったんじゃないですかね。いや、良かったっす、良かったっす。もう来年もね、ぜひね、呼んでいただきたいなと思います。はい、岡田店長、よろしくお願いします。ちゃんとね、営業もして楽しかったですね、ありがとうございます。